磯子区役所付近磯子産業道路は、横浜市磯子区磯子2丁目の磯子警察署前、交差点から、磯子区杉田に至る幹線道路。上下角2車線で、ほぼ全区間国道16号と JR 根岸線の間を通る。国道16号屏風浦交差点は、磯子警察署方面から屏風浦駅方面への車両の右折が禁止されているため、 この区間を走行する場合は本道を経由することとなる。全魔歩道橋から根岸線の海側を通り、磯子車庫前交差点に至る道路は以前、磯子産業道路福道と呼ばれていたが、国道357号に編入され、磯子車庫前交差点から根岸線をまたぐ、古泉橋は、環状2号屏風川裏バイパス建設のため撤去された。磯子アベニュー1987年、 磯国生60周年を記念して、磯子作業道路の内前馬歩道橋付近と、磯子区総合庁舎との間の上り線側の歩道が、小川を排した遊歩道、磯子アベニューとして整備され、1988年には建設省主催の手作り郷土賞を受賞した。車道とは、欅や、トウネズミ餅を主体とした、防砂林で隔てられ、水路には、ナチクロイ石が敷かれている。 ソイルセメントが採用された歩道には、小石や貝が散りばめられ、この付近が海岸線だった当時を忍ばせている。小川の水は区役所から湧く湧水が使用されており、湧水は総合庁舎が改築されてからは、庁舎のトイレなどで注水道としても使用されている。ありがとうございます。